毎度、徹子です。海上自衛隊が、米国空母打撃群と日本海で共同訓練を実施しました。韓国海軍が参加していない件で、米国と韓国軍の言い分が食い違っている上に、親米を掲げて勝利したユン・ソクヨル次期大統領が、就任前から米国を裏切り、実は中国寄りだったことがバレて炎上しています。ニュースの詳細。米国の原子力空母エイブラハム・リンカーン10万トン級が東海で日本の海上自衛隊と共同訓練をした。米国第7艦隊は13日 Facebook と Twitter に自衛隊との訓練の写真を公開した。第7艦隊司令部によると、エイブラハム・リンカーンをはじめ空母打撃群のミサイル巡洋艦モービル米、イージス駆逐艦スプルーアンスは前日、日本海上自衛隊所属の誘導ミサイル駆逐艦皇后、護衛艦稲妻と共に訓練をした。東海の公海上で編隊を形成して航海し、リンカーンの艦載機 F-35C ステルス戦闘機と E-2D ホークアイ航空統制機も出撃し、自衛隊の戦闘機と東海の公海上空を編隊飛行した。今回の訓練について、第7艦隊は、両国海軍の作戦は、自由で開かれたインド太平洋地域を維持するという米国の約束を同盟国とパートナーに再確認するものだと説明した。米空母の東海侵入は2017年11月以来4年5ヶ月ぶり。米国は北朝鮮の核実験と大陸間弾道ミサイル ICBM の試験発射などが相次いだ2017年11月、ロナルド・レーガン、セオドア・ルーズベルト、ニミッツの原子力空母3隻を東海上に侵入させ、韓国海軍と共同訓練を実施した。とのことです。あかん。まず、最初に東海ではなく日本海です。米国は、日本海で日本と訓練したのであって、東海という海域では訓練をしていません。日本海は世界共通名称です。韓国限定のローカル呼称をどうしても言いたいのであれば、日本海、韓国名、東海というのが正しい書き方なんじゃないかな。米海軍第7艦隊のニコラス・リンゴ報道官は、韓国海軍が今回の日米共同訓練に参加しなかったことについて、韓国海軍司令部か韓国艦隊に問い合わせてほしい。米海軍は定期的に全ての同盟国やパートナーと共に訓練を行う機会を求めていると答えています。これに対して、韓国軍の関係者は、米軍側から共同訓練の要請は来ていないし、共同訓練は確定していないと主張しています。米軍は共同訓練をする機会を求めているのですが、韓国軍は共同訓練の要請はないと言っています。話が食い違っているので、どちらかが嘘をついているということになります。さすがに米国が同盟国である韓国を無視して、目の前の日本海で共同訓練をするとは思えないので、いつも通り、韓国が嘘をついているのかなって思います。どうやら、米国側から、韓国側に、空母打撃群の移動前に、日本海上の韓国作戦区域内における日米韓3カ国共同訓練を提案していたのですが、韓国側が難色を示したので、3カ国共同訓練は実現しなかったみたいです。この影響で、18から28日まで、実施予定の米韓連合指揮所訓練で、米空母打撃群と韓国海軍の共同訓練が行われる話も止まっています。それにしても、米軍側から、共同訓練の要請は来ていないと平然と言い切ってしまうってすごいです。事実であれば大問題と思うんだけど、韓国は、未だに、自分たちの絶望的な立場が理解できてないみたいですね。ほんで、反米反日の文政権が、日米韓の共同軍事訓練に難色を示したために、3カ国共同訓練は実現しませんでした。で、次の大統領に当選したユン・ソクヨル氏は、親米を掲げて当選したので、文政権の反米とは違う政策を展開すると思われていたのですが、文政権の反米路線を引き継ぐみたいなんです。記者からの、韓米日三角協力とは、軍事協力を指すのか、安保協力を指すのか、という質問に対し、ユン・ソクヨル氏の報道官が、日米韓の共同訓練は実施しないとの方針を示し、3カ国の共同軍事訓練は、公約を超えるという理由で実施しないと言明したんです。ユン・ソクヨル氏は、選挙戦で、
韓米日の安保協力強化を謳い勝利したのですが、就任前から米国を裏切り、必死になって中国の顔色を疑って重中を徹底しているんです。こんなことになるなら最初から中国が大好きですと言えばいいのになって思います。ちなみに自分たちの目の前で日米が合同訓練をしているのに一緒にやろうよと声すらかからないというのは辛いですね。しかし不平不満ばかりで義務を果たす意思や能力がなく、日米と比べて装備や技量も大きな差があるので、足を引っ張る韓国軍は足手まといになるだけです。丘の上から指をくわえて参観するという選択は正しいのかなって思います。松野官房長官は13日の記者会見で、自衛隊と米海軍の共同訓練について日米の連携強化を図るものだと説明しています。特定の国を念頭に置いて実施するものではないとも述べているのですが、ロシアは北方領土で軍事訓練やミサイル発射実験をして、南方では中国が尖閣近辺で領海侵犯を繰り返し、北朝鮮もミサイル実験を頻繁にしています。さらに年内には動くと言われている中国軍は台湾海峡に兵力を集めています。ことが現実味を帯びている中での訓練なので、どの国を念頭に置いて訓練しているのかは明らかです。とても緊張感がある訓練になったのではないでしょうか。こちらがお隣さんの反応です。文大統領は北朝鮮の首席報道官だから仕方がない、どうせ大統領府は今回も慎重に見守るとしか言わないだろう、文政権にはもううんざりです。日米韓共同訓練の何が問題なのか、日本が韓国の戦略や秘密を盗んで攻めてくるとでも言うのか、米国が日本を注視している状況で日本を理由に米国を避けたところで韓国が損するだけだ、訓練をしない軍隊なんてただの寄せ集めだ、我が国の外交方針は中立外交なのだからこれが正解です、挑発ばかりしていても何もいいことがない、アメリカを信頼しすぎるのも良くないし、中国に近づきすぎる必要もない、日本とは軍事同盟を結んでいないので参加する必要がありません。韓国は絶妙なバランスの上に成り立っている、どちらか一方に偏るべきではなく高度な駆け引きをする必要がある、これを理解せず除外されたと騒いでいる人間を見るとため息しか出てこない、アメリカだけだったら合同演習をしているはずだが、日本が参加しているという時点で参加する理由が消える、これは軍事機密を守るためだ、ウクライナを心配している場合ではない、東海側にはアメリカと日本艦隊、西海側には中国が新型駆逐艦を配備して我が国を威嚇している、一緒に参加するとさらに問題が増えるだけだから仕方がない、決して除外されたわけではない、太平洋があるのになんであえて東海でやるんだ、以上が国民の反応です。そもそも海上自衛隊の旗にイチャモンをつけている時点で共同訓練などできません、旭日旗に対するアレルギーは凄まじいので、親米親日路線の尹政権になったからといってこのアレルギーを解消することはできず、この先も共同訓練は難しいんじゃないかなって思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。